正葛は、中華人民共和国の軍人、中国人民解放軍の上昇。1926年、国民革命軍に参加し、中国共産党に入党。1927年、国民革命軍第24試連長となり、北伐戦争と南昇危機に参加した。土地革命戦争以後、湖南よろしし交差保有撃隊隊長。 中国高能高軍第四軍連長、A 長、第一重大参謀長、第十二市長、紅れ一方面軍独立第五市市長、紅れ八軍軍長、紅れ六軍団軍団長、紅れ二方面軍副総指揮、紅れな三十一軍軍長を歴任する。調整に参加。日中戦争時、八素寺軍第百二十四副市長、気熱殺定新軍司令員。 すすむさつき軍区副司令員を歴任。国境内戦時、河北軍区副司令員兼河北軍政大学、副校長、第四野戦軍参謀長兼河中軍区参謀長。中華人民共和国建国後、中国共産党中央軍事委員会軍訓部部長、中国人民解放軍訓連総幹部副部長、部長、国防部副部長、中華人民共和国農根部副部長、 中華人民共和国軍政大学校長、国防部副部長兼軍事学院委員長、第1政治委員を歴任。1955年、上昇の階級を授与される。第1回、第2回、第3回国防委員会委員、中国人民政治協商会議第5回全国委員会、副主席、中国共産党、第8回中央委員、第10回候補中央委員、 第十一回中央委員。中国共産党第十二回一中全会場において中央顧問委員会場務委員に選出。紅れ軍団軍団長任命時、わずか二十五歳であり、当時最年少の将軍だった。読書を好み、監視を禁じたことから、受賞と呼ばれた。公軍中の文化人として知られていたことから、我流の娘、歌唱生の名付け親ともなった。 建国後、長編小説、翌結羅章を執筆したが、1958年に、協情主義として批判され、日の目を見ず、1988年になって、正式出版された。比較的自由な論調で知られる、この孔春秋氏を強く支持し、後ろ盾となってきた。息子は、小生家。ありがとうございます。